で次は、4次元空間内の回転なんですけれども、4次元空間の回転では平面が、平面を軸とした回転になります。すなわち、軸となる平面上の点は動かないです。でえー、例えばですねあの、XY 平面上のシーターの回転というのはですね、もちろん ZU 平面上の点を動かさないので、ZU 平面が軸のと言っても同じです。 で,ですからこれは全く同じ言い表し方になります。で、このシータの回転を表す行列というのは z というを変えないので z というに関しては単位行列。で、xy 平面では回転を表しているのでこういう風な行列になります。で、一般の場合で Oa、Ob、Oc、Od が4次元空間の中で正規直行規定になっている場合は規定の変換を結びつければ回転を表すことができます。 それではいよいよ超立方体の標準的な展開図をお見せしたいと思います。えー、標準的なと言っているのは、実はここではあの超立方体の展開図はもう何十個もありまして、えー、私は一応10個用意してあるんですけども、もうその中では一番、えー、いろんな雑誌とかあのウェブとかで見ることが一番多い展開図のことです。で まず、一辺二の超立方体 V、X-1 から1、Y-1 から1、Z-1 から1、U の3から3の上の頂点をですね、小文字の、大文字の ABCDFGH というのをですね、U イコール1乗にとります。例えば、A であれば、1-1-1、B であれば、1-1-1、C であれば、1-1-1、D であれば、1-1-1で、その他に、 ABCDEFGH というふうに取って大文字の ABCDFGH という立方体が長平面 U イコール地にできますで。これを U 軸方向に2平行移動して小文字の ABCDEFGH という,う立方体になるまでこう平行移動していきます。でこれできたのが この移動の過程でできるのがあの超立方体で超立方体 V ですで。先ほど本当に大事なことを言い忘れたんですけどもこのようなあ中心投影した図を見るとですね8つの方があることはもう本当に一目瞭然でしてまず1つ目はこの大文字の ABCDFGH という一番大きなやつで2つ目はこの小文字の ABCDFGH。 で、これで2つです。で、あとの6つは、この大文字と小文字が混ざっています。えー、例えば、大文字で ABCD と、小文字の ABCD。こういう方です。ちょっと色がついています。で、えー、あと、この大文字の、この、大文字ですね。この大きな、目で見えるこの大きな立方体の面が実はあ6つあるわけで,で、それに対応するこう小さな立方体の面を6つあるわけで、従って、こう、 大文字と小文字が混ざった方が6つあることになりますえ。右、左、下、上、それから手前と向こう側で6つあることになります。で、合わせてこう8個の方がこのように目で見えています。で、今からまず例としてですね、あの、えー、っと、この大文字と小文字の混ざった方を U イコー地上に展開させたいと思います。で、 あのこの大きなやつはすでにもう U イコこル一乗になるので展開する必要はなくて、えー、あと結局展開しなきゃいけないのは7つなんですけどもそのうち6つはこの大文字と小文字が混ざっているのでこの展開さえ分かれば、まあ、大体分かることになりますで,で今ベクトル AA というのは、えー、XU 平面で考えると、まあ、このようなあのベクトルになっています で、一方、この ABCD というのは、実は、YZ 平面に、え平行であります。従って、この YZ 平面に垂直な UX、YZ 平面を軸にした回転をしますと、UX 平面内で回転することになります。で、UX 平面内で、ご覧のような、ベクトル AA、これは、 えっとこの長さは2のベクトルなんですけども、これを ABCD と垂直な ABCD を軸にした回転を行いますと、マイナス90度の回転を行うと、ベクトル A、smallA' になります。でこれは X 軸方向のベクトルですので、こちらで言いますと、実はこういうベクトルです。で この AA' の成分、有成分は0ですから、この a ッシュの有成分は、実は A の、ビッグ A の有成分と同じで1になります。で、このようにして、平面 ABCD に関するマイナス90度の、マイナス九十度の回転によって、スモール A というのが、 イコール乗の点にに移ることになりますで同様の回転を D に関しても C に関しても B に関してもやれば結局この ABCD、small ABC という方はご覧のような U イコール1乗の方に移すことができますで、えー、具体的なプログラムにおいてはあの式が必要なんですけどもそのような式はですねここに書いてあるように ABCD、つまり YZ 平面にを軸とする回転を表す行列を使います。Y と Z はご覧のように保存されています。でそれと、ううこのようなですね、OA、えー、マイナス OA 方向への平行移動をして、それからまた OA 平行移動をするということをするわけですけれども、それが Fθ ー,ーなんですが、その f シー,ターと組み合わせることによって、えー、実現されます。 で実際、マイナス90度の場合はですね、ここがサインマイナス90度で0になり、c o s マイナス90度で1になるので、0002というベクトルは2000に移ります。したがってこのベクトル0002なんですが、ま、がこれが2 0 0で移って、えー、この r のマイナス90度を利用して、こう,う変換を定めると、実はこの点がこの移ると。というわけでございます。 で、えーえー、従ってですね、あのー、まあ、このように U 軸方向への平行移動を X 軸方向への平行移動に変えることによって、えー、例えばこういう方がこう移ると。ちなみに、えー、6つの同じようにしてですね、大文字と小文字を混ざっているような6つの方は全部ー有意公率上に移動されることになります。で、残されたこの小文字だけで作られているこういう方に関しては、 えー、この ABCD を軸とした回転でこ,こ,こちらの色付きのやつと一緒に回転させてやりますそうすると実はこれは今写真つけたのは小文字の ABCD なんですけどもこの小文字の ABCD がこれがここに移ってきてこちらの面は実はまあこういう感じになります実を言うと。 まあこういう感じの大雑把に言いまして、こういう感じの、こういう感じになります。まあ、ここにくっついた感じになります。したがって、ここに関する、また回転をするとによってこ、のこ,この図形も外側に出せると。ねこれも同じような感じで、外側に、これの外側に出すことができると。まあ、そういうわけであります。えー 最初ご覧のように外側に出てきてこう6つのでこれですけども先ほど言ったとおり言ったやつなんですけども一緒に2つ一緒に引きずり出してやりますだから今度はこの面ですねこちらの面を軸にする回転によってこの小文字の ABCDFGH が ご覧のように、U、いわゆる以上に出ます。で、上と下も出すと。まあ、こういう具合であります。 えー、といええでございます、えー、でご覧のようにですね長平面 U イコール1乗 A の中心投影においてはあ順番に頬が外側に出てきて、えー、なんか立体十字架ができるというそういう感じです、えー、次は、えー、直投影を3つほどお見せしたいと思いますで、えー、1つ目は えー、u イコール0乗への中心投影でして、えー、式は x i z u を x i z に変えるとすなわち u を落としてしまうとで u を落としてしまうということは例えばここに見えるこの立体なんですけれどもここに大文字の abcdefgh と小文字の abcdfgh が混ざっているわけですこれ u イコール1と u イコール3乗のがこうやって重なって見えていますで先ほど言ったように最初に 大文字の ABCDFGH に関して、それはここなんですけれども、マイナス90度の回転させると、X 座標がこう増えてくるので、このようにえ外側に出ますで。この時にただ重なっているので、なんていうかあの水、水鉄砲とかシリンダーの筒が出るような感じで、えー、こうスライドして出る感じになります。 同じ基本的には同じなんですけど出,出方がスライドであって、まあ、最後はご覧のような十字架になります。 でえー、次の直等影はですね、えー、長平面 Z イコール0上への直等影です。えー Z えー、式は XYZU が XYU という変換です。今度は Z 成分を落とします。えー、U 軸を Z 軸で表しています。従ってこれは実は U イコール3です。すなわち小文字の ABCDFGH はここにぺったんここに見えていますで。こちらの図形は実は 大文字の ABCDFGH ですこれまたぺったんこに見えています。で、えー、あとのこの側面がですね、6つの側面が、あ実は、6つの側面、<laughs> 本当は6つあるんですけれども、お重なっていますけれども、えー、この6つの、大文字と小文字に混ざったやつが、この側面に実はあると。そういうわけです。で、実はこちらは X 軸で、上が U 軸ですけど、 先ほど言ったように UX 正面での回転を行っていますから、マイナス90度の回転を行っているので、まあご覧のようにちょうど蓋が開くようにですね、ここの図形がここに外側に出てこういう形になります。で、最後は最終的には U イコール1乗に行きますから、ご覧のようなこうぺったんこな図形になります。